はい、どうもこんにちは、岩下スティーションでーす。今、あなたの心臓を握りつぶしました。というわけで今回はこちらですね、ライドケミートレカのフェーズ2、3ボックス上げて大体揃ったんで、こちら音声聞いていきましょう。さあ、というわけでやっていきましょう。ちなみに今回ゴリラ先生とかメカニッカニとかも収録されてるんだけど、過去段とかデラックス版に収録されていて、もう音声聞いてるものに関しては省きます。テンポよくやっていきましょうってことで、まずはガッチャンコ関係。最新話でめちゃくちゃフェーズ2のカード使ってたね。まずは爆音ゼミ。ちゃんと爆音ゼミ、爆音だね。これはセミの鳴き声っぽいのも入っていたかな。で、お次はテレビ。あー、なんか電子音的なの、このなんかテレビのスイッチのオンオフのイメージかな。じゃあいきます、変身。ネーミングいいな、爆音テレビ。ただの近所迷惑。顔の方もセミの羽とテレビのモニターとリモコン。じゃあ必殺技。爆音テレビフィーバー、よりうるさそう。ちなみに必殺技の音声に関してはいつも通り割愛しています。お次はグレイトンボとブッサソリ。サソリが昆虫じゃないっていうのは未だにあんまり納得いってない俺は。そんなことを置いといて、グレイトンボ。なあ、早そうな効果音。グレイトンボでブッサソリ。そういう言い方。ブッサソーリー。なんか、アイムソーリーみたいな、そういう言い方なんだね。そして、ま、なんか、突き刺しただが毒っぽい効果音。じゃあ、いきます。変身。グレイトサソーリー。だいぶピーヘラピーヘラ不思議な感じの音声。トンボの羽部分がとんがっていて、デザインすごいかっこいいんだよな。じゃあ、必殺技。サソリの言い方がいいな。グレイトサソーリー。次はスタッグバインと見てみら。鏡砕いちゃいそうだけどね。まずはスタッグの方。シャキーンとハサミっぽい交換。そしてスタッグバイン。言い方好きだな。で、鏡。面白い。見てみら。音声の加工が入ってる感じでは、すごく面白いね、これ音声。じゃあ行きます。変身。一番好きかも、今のところ。スタッグミラー、ミラー、ミラー、セルフエコーね。鏡合わせにしてなんかどんどん増えていくみたいな、そんなイメージかな。めちゃくちゃいいじゃん。顔の方は結構クワガタシルエット。ゴーグルだったり顔の横のところが多分ミラー。で、必殺技。必殺技の方ではセルフエコーなし。ただなんか儚げな言い方がいいね。スタッグミラー。じゃあお次はフレイローズとヒーケスキュー。全然相性良さそうじゃないけど。火を吹く方と火を消す方でしょ。フォーゼのファイヤーステイツみたいな。放火と消火を両立してるみたいな。どんな音になるかな。まずはフレイローズ。なんか、炎の勢い思いのほか、優しめ言い方も、フレイローズってすごい優しい感じだったからね。で、まあ、ヒーケスキューに関してはもう聞いたことある。サイレンが鳴って、変身。
キーケスローズ。あんま音楽詳しくないけど、ロックバンドっぽい効果音というか BGM。ちゃんとサイレンの音なんかも入っていたね。顔の方はまあなんとなく消防士に見えなくもないかな。ゴーグル部分も繋がって一つになってる。ローズ要素かな。ところどころにトゲがついてる。で、必殺技。ローズの言い方好きだわ。続いて闇バットと錬金ロボ。まずは闇バット。バットっぽい言い方、闇バット。そしてロボ。相変わらずメカメカしいね。変身。キングロボ。合体だか変形してるのかなっていう感じの機械音声が流れて、最終ガチャンと変形完了したのかな。顔の方は結構シャープな感じ。コウモリの羽要素が強いかな。で、必殺技。巨大感があっていいな。バットキングロボ。そして、色の、なんか発光具合がめちゃくちゃいろんな色が光ってるね。なんか同系色じゃなくても、まあ、多分スーパー戦隊イメージかな。じゃあお次はラビットじゃなくてバウンティーバニーとパンパカパーカー。これのワイルドモードがプレ版で商品化されていましたね。1分の1サイズの仮面ライダーガッチャード。まずはラビット。カートゥーンっぽいな。ぴょんぴょん飛んでカートゥーン調。パーカーこれ両方ともなんか系統が似てるね。まあパンパカパーカーってすごい楽しそうな感じで、効果音の方もなんとなくカートゥーン調。変身。いいね。徹底してカートゥーンだわ。カートゥーンの中でもトムとジェリーとかなんか昔寄りな感じ。で、ガッチャンコするとおでこんところにウサギでパーカーっぽいのを羽織ってる。アプリが対応したらちゃんとこの姿も見れるはず。じゃあ必殺技。バニーパーカー。これまたなんかいろんな色に発光。このフォームというかね、物によってだいぶこの色が違うのが面白いよね。そして両方ともキラカード、ライデンジとジャングルジャン。本編にもごっついスーツ姿で登場していましたね。まずはライデンジ。結構クールな言い方、ライデンジ。そして電気がバリバリの交換で、ジャングルジャン。もう民族っぽいね。ジャングルじゃん。ちょっとなんか偉大な感じだわ。じゃあ行きます。変身。ライトニングジャングル。すごいなんか BGM のテンポが早かったな。で、なんかムチっぽいのピュンと振る効果音だったり、まあ電撃の効果音。顔の方は結構ライトニング要素が強いんだよね。電撃ゴーグルに顔の横のところが乾電池。それじゃあ必殺技。シンプルに勇ましい言い方。で、通常のガッチャンカはこれで最後。突っ張りヘビとドクター小僧。性質的にはなんか相対する感じはしそうだけどね。ヤンキーと優等生みたいな。まずは突っ張りヘビ。モロだな。突っ張るヘビ。すごい突っ張ってるわ、言い方が。そしてなんかバイクのパレリアパレリアみたいな、なんかそんな効果音。で、ドクター小僧。ここの途中の BGM が止まったり止まんなかったり、何なんだろうな。なんかやり方が悪いのかな。変身。ギリギリだ
ぞ。ドクターヘビーでもだいぶヤンキー寄りになってたけど、 BGM がすごいなんか聞いたことある気がするんだよな。アホーってあの愛の手が入りそうな感じの BGM、 視覚情報じゃないけど騎士官というか騎士団というかね、まあゴーストの主題歌歌ってくれてはいるけどね。ガッチャンコのデザインの方はなんか帽子とゴーグルっぽいのを被っていてもあんまりヤンキー要素はないかな。あ、でもこのとんがった髪の毛がそんな感じか。ジョータロみたいな感じで帽子と髪の毛が一体化してるのかも。じゃあ必殺技。こっちはあんまりヤンキーっぽくなかったね。ドクターヘビー。とりあえず通常のガッチャンコは以上なんで、まだあのお仲間がいない人たちをあの単独で聞いていこう。まずはキャッチチュラ。あれ？キャッチュラ？キャッチチュラじゃなくてキャッチュラっていうのか？で、多分まあ糸を飛ばすような効果音。あー、公式でもちゃんとキャッチュラだわ。ハッピークローバー。ハピクロが？何今、あ、大当たりみたいな、なんか当たったみたいな効果音かな。で、ハピクローバー、ハッピーじゃなくて、ハピクローバー、あ、これも違ったんだ。ハッピーじゃなくて、ハピ。これ、バンバンブーだよな。合ってるかな、なんか不安になってきたな。バンバンブー、合ってた。で、まあ、多分、射撃の効果音かな。若干、昔のドラえもんっぽかったな。バンバンブー。これはもう合ってるでしょ、うつぼっちゃま。ぼっちゃん。いいね。ウツボッチャマ。だいぶふざけ入ってるな。で、なんか効果音の方がなんだろう、あの、吸収してんのか、補足の音かな。これちょっと不安だな。バグレシア。合ってるか。バグレシア。合ってた。バグレシア。ちょっと悪そうな言い方で、なんかキュルルルルルルみたいな効果音。ケシカスくんことケスゾウ。早い。消すぞーで、あの、すごい、キュ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 ってあの、擦ってるような効果音。で、最後は、タイムロード。紳士的な言い方かな？威厳のある方でした。タイムロード。で、ゴーンっていう時計の鐘の音と、あの、秒針とかも針の音。という感じで、ガッチャンコしていない人たちも以上です。続きまして、レベル10のカードと、ブランク。そんじゃあ、まずは、ゼグドラッシュル。一応これ3枚あるからね。あの、元気よく装填してもいいんだけど、一応今、ゆっくりめに。おー、なんか大木が揺れるような効果音。で、ゼグドラッシュルに関しては、大声で言うやつ。じゃあ、ブランク。相変わらず、このブランクの言い方がいいな。ベストプラントゼグドラシルかな。じゃあ次はテンフォートレス。そういう効果、なんかどっかのお知らせみたいな効果音だったな。テンフォートレスでブランク。あ、両方ともファイトよっ。すごいなんか偉大な感じだったけど、最終やっぱどっかのお知らせっぽいんだよな。ハイエンドアーティファクト10フォートレス。最後はライオンのリクシオン。ストレートだね。リクシオンで、まあ、多分あの方向というか、ライオンの鳴き声が聞こえました。で、ブランク。よっ。
バンナ感のあるような効果音、なんか民族楽器みたいな。アニマルチャンプリクシオン、百獣の王だからチャンピオン。で、最後はレジェンドライダー関係。今回大体揃ったっちゃ揃ったんだけど、第1弾の方でゲットできていないのもちらほらあったり、あとまあ割と付録でついてきてと紹介したのもあったり、あとは騒動の方でまだ騒動自体を紹介していないんだけど、騒動についてきた2号ライダーとまあ今回ついてきたまあこのドライブとかね、認識のバーコードに関しては同じで、騒動のカード紹介の時にやったやつとか省きます。うちはもう削れるところは削っていく方針なんで、まずはこの2枚ね、今回収録同士、龍騎とゴースト。どういうつながりなんだろうな。まあ、何かしらこじつけたくなるよね。まずは龍騎。あー、ドゥーンね。バックルからカードを引っこ抜いた音だったかな。装填とは真逆だけど。じゃあ、ゴースト。あー、ちょっと待機音っぽい感じね。じゃあ、ガッチャンコ。魂弁当。龍騎の変身音と、まあ、ゴーストの方も変身音の最後の方。兜とセイバーは、まあ、両方とも赤いよね。ライダーは赤い人が圧倒的に多いんだけど。まずは兜を装填。ああ、まあ、一番最初の方な、ウィーンって音ね。で、発光の方が多分、複眼に合わせてかブルー。で、セイバー。あー、なんだろう、抜刀した後ぐらいかな。じゃあ変身。キャストオフと、おーおー、クロックバット、クロックアップとバット。で、最後はディケイドとジオー。締めくくり系のライダーですよね。まずは同じくカード系ライダーのディケイド。ああ、バックル回転させたというか展開した音。そしてジオーは、ウォッチの装填音かな。変身。金の音だったら今カードの交換音。フォームの名前はアニバーサリータイム。公式 LINE もよろしくね。はい、というわけで今回はライドケミートレカフェーズ2のカードをいろいろガッチャンコしていきました。今回の段の中でも結構いろんなガッチャンコが生まれましたね。そん中でも一番好きなのはこの2枚の組み合わせかな。ミラーの音が特に素晴らしい。スタッグミラーだっけ、自分でエコーをつけるやつ好きだな。他にもまだ属性的に出ていなくて対応していないのがちらほらあるんで、この辺もどんな音が出るかもフェーズ3でわかるのかな。今後も楽しみですね。そしてレベル10のカードに関してはガッチャリバーの方で進化を発揮するっぽいんで、そちらの方もとても楽しみです。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。